皆さんごきげんよう。毎日サプリメントの萌ぴろです。私宮崎県から東京に帰ってきました。はい、若干のホームレスじゃないわ、若干のホームシックを引き連れながら宮崎から東京に帰ってまいりました。ちょっとね、寂しいでございます。宮崎でどういう暮らしをしていたかというと、まず1日目寝らずに始発で行って、空港に行って飛行機に乗って、で1日目ね、帰った早々お母さんにインフルエンザのワクチンを打ちに行かされて、インフルエンザのワクチンを打ってきました。そしてインフルエンザのワクチンを打ってからは寝てなかったので、実家で丸1日寝ん猫しておりました。でその次の日は動画にあげたんですけども、チムさんと一緒に宮崎旅をしてきました。チームと行ったのは、シェラトンと青島と、あとどこに行ったかな、町の方にも行きましたね、という感じで宮崎をゆっくり満喫してきました。3日目はお父さんの方のばあちゃんと一緒に平家の里っていうハンバーグ屋さんに行って、ハンバーグ食べたりとかいろんなお話をしました。で4日目はお母さんと、お母さんの方のばあちゃんと妹と一緒に鳥の岬っていう野生の馬がいるところに行って、その後に伊勢海老を食べて帰りました。そんな感じでね、もうまったりとした4日間はあっという間に過ぎてしまいまして、もう現実社会に戻ってきたわけでございます。でもね、そんなにね、まあ、寂しいですけど、そんなに寂しくない。なぜかというと、職場に行ったらみんながおかえりって言ってくれたし、マーヤにも会ったし、テルにも会ったし、東京にもね、私の居場所はあるんだなと思いました。何よりも東京に帰ってきて、宮崎でもおかえりって言ってくれるし、東京に帰ってきてもおかえりって言ってくれるのがすごい嬉しいなと思いました。まあ、私にはね、宮崎という帰る場所があるので、それがすごいね、誇りなんですけれども、東京出身の人とかがよく言うじゃないですか、帰る場所がないみたいな。でも私は宮崎っていう超いい帰る場所があるので、幸せ者だなと思いました。で宮崎では全然お買い物をしなかったんですけど、唯一私が買ったものを皆さんに見せたいと思います。これもね、動画で出したんですけど、青島神社のお守りです。皆さん、青島神社って知ってますか？宮崎の人では知らない人いないんですけれども、恋愛の神様なんですね。でモデルのエビちゃんとかも青島神社に参ってて、幸せな結婚ができましたということで、青島神社は恋愛の神様なので、じゃじゃん、こちらの恋愛のお守りを買ってきました。私毎年初詣にはできるだけ行くことにしてるんですけど、毎年毎年願いは同じ、縁結びなんですね。皆さん本当にごめんなさい。縁結びを毎年お願いしてて、毎日サプリメントが有名になるのは神頼みじゃなくて自分の努力だと思うんですけども、恋愛ばっかしはね、神頼みしないわけにはいかないということで、恋愛のおみくじを引いてお守りを買いました。これはいつも使ってるこちらのカバンに常に入れときたいと思います。神様がね、見守ってくれるかなと思ってね、こんなかわいそうなね、翼の折れたエンジェルを神様はね、見てくれてますよ。絶対一生懸命ちゃんと毎日働いて、 YouTube も撮って占いもして、そんな私はね、神様はね、絶対ね、救ってくれるって信じてるので、ちょっとちゃんとカバンに入れて縁が結ばれるのを待ちたいと思います。でも今年じゃないや、来年の1月もチームが東京に来るんですよ。その時にまた恋愛の神様に行く予定なので、もう神に媚び売りまくりですよね、正直言って。でもちゃんと本当にね、私も26歳なんですよ。やっぱ恋愛がね、したいじゃないですか。なので神に媚びを売っていくスタイルでこれからもやっていきたいと思っております。で宮崎から東京に帰ってきたということなんですけれども、12月もライブ2本かな、12月14日と12月31日のカウントダウンライブをやるし、まあ宮崎から東京に帰ってきたからね、また目まぐるしい毎日が始まるでございます。ちゃんと新曲も作ってるし、仕事の予定もあるし、友達と遊びに行く予定とかもいっぱいあるし、まあなんだかんだでね、故郷を離れてしまった人たちはやっぱ寂しいっていう思いとか、このまま実家にいられたらなっていう思いとかもあると思うんですけれども、私もね、上京組としてやっぱそういう寂しさに打ち勝って
何の目標もなく東京に出てきたわけじゃないので、毎日サプリメントをちゃんとでかくしたいっていう強い思いで東京に出てきているので、やっぱりマイサプを頑張っていきたいし、帰るたびに萌ちゃん頑張ってるねって言ってもらえるように東京で頑張って生活していきたいと思います、という感じで東京に帰ってきたお知らせでございます。東京のことが好きですかって思うかもしれないんですけど、私は東京好きです。宮崎も宮崎で好きだし、東京も東京で好きです。宮崎は宮崎でしかできない過ごし方があるけど、東京は東京でしかできないチャレンジの場がたくさんあるので、私はこれからも東京で戦っていきたいと思います。YouTube もね、全世界から見れるということで、 YouTube を見てくださってる皆さんにも感謝だし、私は東京で一生懸命頑張って宮崎人の誇りみたいになれるように頑張っていきたいなと思っておりますので、今後とも東京でよろしくお願いします。また宮崎にも、まあ、4月ぐらいに帰れたらいいなと思っておりますので、宮崎の人たちも待っててください。ということで、東京に帰ってきたぞ、これからもマイサポを頑張りますという決意表明でした。バイバイ。あ、それでは皆さんごきげんよう。